大野一雄です。この作品はあの奈良 の、 八木湯道っていうところを取材してやりました。私はこの八木湯道っていう場所がとても好きで、よく行きます。それと四季それぞれ美しいんですけど、主に行ったのは春先と秋ですか。それで他の方々もどういうところか行ってみたいなんてよく聞かれたんで、場所は教えるんですけど、非常に山ビルっていうんですか、昼の多いところで写生をして、私ももう何回も血を吸われて気をつけるように言ったって、そういうような思い出があります。よく霧が出てて、私が行く時はちょっとお天気が悪くて、雨がひとひと降ってたりなんかして、霧だとか、あと朝早く行くと山霧っていうんですか、出てたりして、そうですね、曲がり角の向こうから深編み傘をかぶった武芸者がちょっと現れるような雰囲気で、そういうようなことを思いながら写生をしました。絵として好きなのは爽やかな心地よい絵がすごく好きなんですけど、自分の仕事とするとなると、ちょっと抵抗感のあるような絵を描きたいと常に思ってます。前田力と申します。作品名は町のしるべです。今回の作品は、以前からも、挑み続けておるんですけれども、広島の、瀬戸内にあるクレーンを、モチーフに描きました。で、自分の、心情と重ね合わせて、少し抽象的な表現を織り交ぜながら、自分なりにこうクレーンを表現できたらいいなと思いながら制作しました。で、制作の時にはですね、一つ、自分に課してた課題がありまして、硬くならないようにっていう、言葉をいつも、胸に秘めながら、描きました。日本画の絵の具は、絵の具をこう盛り上げて描くこともできますし、絵の具を乗せた上に、金箔銀箔の箔をこう明かすこともできます。そういったことを重ねて仕事していきながら、また時には大きく洗って全部ゼロに戻してしまうような時もあったり、そういうことをすることによって、こう微妙な表情、味わいみたいなのが残ってくれればいいなというふうに思って、描いたところが、苦心したところではございます。今現在私は広島に在住しておるんですけれども、実際このような場所はございません。このモチーフを借りながら絵を見て、今の自分の置かれている生活ですとか環境ですとか、そういったところをこうダブらせていきながら、なんかこの絵の中に入っていってもらえたらなと思っております。川崎真央と申します。作品は小学校の頃の音楽室の記憶をベースにしています。当時は音楽室の思い出というと、学校の先生がピアノの伴奏をして、それに合わせてクラスメイトでこう椅子取りゲームをしたっていうのが、
一番強く覚えてる記憶で、まあ、あとはベートーベンとかモーツァルトとか その音楽家の肖像画がずらっと並んでいるっていうのも合わせてこうそれらの自分の記憶と一個に凝縮して表現できたらと思って挑戦したものになります。作品タイトル の音楽室は根の国っていうものの、根の国っていう言葉の意味なんですが、日本神話で出てくる言葉で、神様がこう生活する異界のような、なんかちょっと現実世界とはちょっとずれたところにある不思議な空間っていうような概念で登場する言葉なんですが、自分の記憶の中の音楽室っていうのもなんかそういった雰囲気がちょっとあって、そういう風なタイトルをつけました。取材はもうそれこそよくある音楽室の飾ってある肖像画を元に、なんかいろんなベートーベンを描いてる昔の絵画とか、彫刻作品とかをもうたくさん見て、あとはバランスもあるんですけど、多分この人はこういう靴を履いてそうだとかっていうのは自分のちょっと好みも少し入れながら、ちょっとベートーベンはロングコートにしてもいいかなとか、そういう風にしてバランスもあるんですけど、そういう風に決めています、はい。肖像画とはいえ顔の表現はほとんどパーツの表現とかはしてないんですけれども、なんとなくその雰囲気というか、なんか座り方とか足の投げ出し方とかで、なんか音楽家の、私のこう解釈なんですが、雰囲気とか人となりみたいなのがなんかちょっと伝わるなとか、それぞれのなんか子供の頃のそういった記憶がちょっとこう呼び覚まされるというか、そういったことがなんかあると面白いのかなというふうに思いました。森緑と申します。作品についてですが、まず今回は、タイトルから、入っていろいろそこから想像できるものを書かせていただきました。でタイトルが、ツバメキタルという、タイトルなんですが、これは72項といって、こう1年間を72項に区切った時にこうその季節が移ろう、その時その時の出来事をそのまま名前にして表したような季節の言い表し方があって、でそこから取りました。今回これを書こうと思ったきっかけが、初めて私が美術院で出品をしだして、自分の中の大きなテーマとして全部出し切るっていうのがあったので、改めてもう一度そのテーマで書いてみようと思い、すごく乗り越えたいなと思って始めて、それを決めて始めたんですが、実際始めてみましたところ想像以上に苦しくてより良いものをと思って書き始めたのですが、もう本当に出だしから最後まで苦しくて、ってこんなに苦しかったでしたっけと本当に思うぐらい、とても今までの中で一番ゴールが遠く見えた作品となりました。でもそれは振り返ってみるとなんですが、自分の中でもっとこうしたかったのにとか、もっと私はこれが できるようになりたいんだとかっていう私の中の欲が出てきたっていう意味で言うと、それはもう自分の中の大事なものとしてこう大事にしていきたいなと、思っております。